嬉しい。あと、あと？ああ、あと頭割りあるから、来てたら、ざっとね。あ、待って。ん？どうしたどうしたどうした。え？これ制限解除したままだ。なんだっけ、昨日何やってたっけ。昨日あれだ、ムービー見てるし。ムービー見るよ。あ、これキャンセルしたら次いけるんだっけ。あ、そうか、お前一回見たムービー消えるんだっけ。うん。あら、待って待って、スサノオの登場シーン。おー、昨日あれだ、リヴァイアさんとかやってたからだ。ほうほう。初見です。初見ですって書いてる間にさ、初めてムービーが流れなかったわ。そうだ。あの、相手がさ、技でなんか海を割るみたいなさ、攻撃してきたら、うん、相手の正面以外アンチがないからね。正面1ラインに入るよ。なんか線が出るってことでしょ。線っていうか、まあ範囲が出る。ぬぬぬぬぬ、なんだこれ。これ誰にかけようかな。うちのタンク、あー、いや、やっとバフやったか。これがスサノオか。なんか歌舞伎っぽい構えやってたけど最初。おお、なんか頭、あ、頭割りってやつだ。あ、頭割り、頭割り。さあ、回復。よし、15% 削ったぞ。おお、やったぜ。ベネフィット。はい、出てる。ね。そろそろやっとこ。剣、海さえも割ってやるって。海割り。おお。見て。おお。ここ。来た。正面じゃなくて、あれか、誰か範囲、範囲か、誰か指定してか。ね。頭割り、頼む。おお。やったか。分かってくれるから楽だな。ね。もうこの辺ぐらいまで来たらみんなあれだよね、刺してくれるよね。あ、またあれだよ、割れる。どこかな？あっち側か。おお。頭割りとのコンボか。それゆきさんが。そう、頭割り入ってたけどさ、距離があったわ。なあ。俺入ってたか、頭割り。うん。誰も。お、俺以外入ってなかったかな。俺もギリギリ入ってたかわかんないぐらい。マジか。持ってったんだけど入り損ねたか。なんだったら、あの、指定が入ってすぐ巻き添え食らうときにも行ってたんだけどさ。おお、溶けたか。そろそろ半分だね、相手。ね。海原よ、なんであいつ復活できない。ああ、してるからか。なるほどね。なるほど。あいつ？そうそう。誰だっけ？あ、来る。何が来る？受け止めが来る。タンクさんの連打祭りが来るやんか。全力で攻撃しろよ。おう。でか、あの、受け止めるってところに人が入るんだよ。受け止める人が入る。ブレイカーさんが行った。やれ、任せろ。任せろって言っても石投げるしかできないんだけど。なんかみんなで頑張ってるか。あのゲージが溜まりきる前に。あー、あれだわ、ヒーラー
ヒールする仕事があるわ。あ、また、また来た。来た。大変だな、タンクさん。ね。あ、でも。片方はさ、うん、あれなんだけど、外周で、あの黒いのを壊してくれるはずなんだけど、壊してくんないか。当たったら消えるやつでしょ。へぇ。そうだよね。すごい効きが。めっちゃダメージ入る。タンク以外受けれないわね。ね。とりあえずメディカラ。おっと？普通に痛いわ。もっと離れるべきだったか。どうなんだろうな。こっからあれだって平田が拘束され始める。天の岩戸だったな。チャークしました。挑発かな？挑発を渡したね。そうなんだ。自分の兵と人に分け与えるやつだから違った。動けない。どうなった？動けないのよ。固まってるじゃん。これヒーラーさんじゃないの？これ何したらいいの？俺が閉じ込められてるやつ壊してくんないと俺が死ぬ。あー。オッケー。ランダムなんだ、じゃあ。マジか。40%。さあさあさあ。痛い。いやな、スサノオって基本的になんかダメージが痛いよ、ね、めっちゃ痛い。急にガッツリなくなる。またあ、またラインのやつ、ね、この人だ。来てから後回りだね。もうこれとセットだから。うん、逃げろ逃げろ。おぉ、間違えた。ユキさんが死んでる。任せろ。一応なんか予習で見た感じだと、サノはダメージがひどいから、ヒラさんは回復に専念していいって書いてあったね。それ早く言って。めっちゃ石投げてるんだけど、いつもより多めに。うわ。結構溜まってた。になってはいたんで。あ、そうなんだ。あ、来た来た来た。おお。頭ありじゃん。来な、俺に来てる。おお。入れたか。みんなありがとう。あれ、俺また捕まった？マジ？どんだけ捕まんの？どれ？真ん中？あ？今俺見てないぜ。入れ替わった。あ、今真ん中。真ん中真ん中。あ？背中の後ろ。おお。背中の後ろってやばい。入るの。助かった。嘘でしょ、なんで俺ばっか拘束されるんだよ。やっぱ気に入られてるんじゃん、ララフェルだから。サノはララフェルが大好きってことだ。マジかよ。スキルに閉じ込めちゃう。またラインが出るね。へい、来な。入ってる？入ってる。おっと、あともうちょいか。やったー。あった。それのさ、シーンとか楽しそうだなって思うんだよ。いやー、余裕だったね。そうだね。